勝利院は、京都府京都市左京区大原三千院の北にある、天台宗の寺院。漁山大原寺勝利院と合する。漁山大原寺は、王城極楽院、勝利院、雷合院とその寺院の繁栄で、生命の中心地であった、中国の長安の外にある、山東省に所在する生命の聖地、漁山の名称に由来する。本尊は阿弥陀如来座像。 法年商人十五霊石、第二十一番札所。別称として、門道寺、小古堂とも呼ばれる。古くから来合院と共に、天台生命の道場であった。当時は、上和二年、縁人によって開かれたと伝えられる。縁人は唐で経典などに、独特の旋律をつけて唱える生命を学んできており、この地に、それを伝えた。 しかし、その後寺は荒廃してしまう。昭和2年、サビゲンによって復興され、勝利人が建立された。その際、サビゲンはここを、生命研鑽の地としたので生命も復興された。西欧大司領人が、天人2年に、来合院を再興すると、勝利院を本堂とする会員と来合院を本堂と、する上院が成立し、この両院をもって、 魚山大原寺と総称されるようになった。以来、大原で伝承されてきた生命は、天台生命や、魚山生命と呼ばれ、浄土宗や浄土真宗などの生命の原型でもある。文治2年には、法然と剣真などによる修論、いわゆる、大原問答がこの寺で行われた。江戸時代初期、将軍、徳川家光の時代に、 春日曲局のガにより横の法の母提のために本堂が再建された。教法21年正月の火災により本堂は消失するが安永7年に再建される。江戸時代には四坊があったが、現在は法船院未公院の2院が残っている。念仏すれば誰でも極楽浄土へ往生できることを知った長州たちは大変喜び、3日三番。 ダンエルことなく、念仏を唱え続けた。中でも長言は、翌日には自らを、ナムアミダ仏と号して、法念に指示している。少林インパンフレットの表記から、一二大原寺という。古辞類演習教部、洋館、P730、また同書は、山州明石市、五、阿タゴ群から。 予算少林寺一名大原寺を引く、京都市の地名日本歴史地名体系第27巻。平凡社19、1979p83。京都市の地名日本歴史地名体系第27巻。平凡社19、1979p83。小木松尾、若元と勝利人、吉江明夫、古代中世の資料と、文学、吉川博文館。 2005京都観光ナビハット京都を学ぶ京都学研究会編中西屋出版2016年災害の土本尊の顔を守った京都少林院頭は室町期道は江戸期等判明ありがとうございます